竹内ジョージは大阪府水田市出身の日本のバスケットボール選手。バスケットボール男子日本代表。高校時代から双子の兄、竹内康介と共に脚光を浴び、日本男子バスケットボール界で竹内世代と言われる一時代を作った。身長207センチメートル、体重98キログラム、血液型 A 型。ポジションは PF、C。 つ田市立祭寺中学校1年からバスケットボールを始めた。2000年、兄同様京都府の名門洛南高等学校に入学、同期に横尾達康がいた。兄と共にツインタワーとして活躍し、2002年高校3年時、ウィンターカップ2002発優勝、同年高知国体高校男子の部で優勝した。2003年、兄とは別に、東海大学に進学し、 2004年度、東海大学のバスケットチームの2部優勝1部昇格に貢献する。2005年、全日本大学選手権で優勝した。2006年、関東大学1部リーグ優勝、優秀選手賞獲得、全日本大学選手権優勝、最優秀選手賞を獲得、世界選手権、2006年アジア大会のメンバーにも選ばれた。2007年、 学生としては21年ぶりとなる、オールジャパンベスト4に貢献し、ベスト5に選出される。同年生きたちサンロッカーズに入団し、プロ契約を結んだ。2007年アジア選手権のメンバーに選ばれた。2008年、オールジャパンベスト4に貢献し、2年連続でベスト5に選出された。元日本代表フォワードで、大学時代の恩師である、 陸川明監督を死と仰いでいる。2009年、NBA を目指しとべ、竹内もこの時、遺跡選手リストに登録されている。しかしサマーリーグ出場に至らず再登録された。2013年の NBL オールスターに選出されている。2015年、オールジャパン優勝に貢献し5年ぶり5回目のベスト5に選出される。2016年オフに、 アルバルク東京へ移籍した。2021年6月11日にアルバルク東京を契約満了で退団したその後、大阪へ別社に移籍した大阪へ別社。ありがとうございます。